ジャズな夜、こんばんは、綾小路さつきです。今日も皆さんとご一緒にブルージーでムーディーな夜を過ごしましょう。さて、皆さんは昔の恋人のことを思い出すことはありますか？私の友達の元彼が今度結婚することになったんですよ。まあ、学生の頃からの付き合いで長い間付き合ってたんですけど、別れちゃいましたね。彼女の方は1年後には他の人と結婚して、今度彼の方が今はお互いに幸せになってる2人が、その昔は2人の時間を共有していて、まあいろんな思い出があって、それを全て忘れてしまうっていうのはなんともったいないですよね。